はい、お疲れ様です。本日はブレイクダンス手のつき方について、ご説明させていただこうと思います。よろしくお願いします。手首が痛い、リストバンドなしではブレイクダンスできない人だったり、肘があばらに刺さって痛いっていう人は、ぜひこういうのを見て参考にしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。まず、おい、ね、で、おい。で、まずは手のつき方、簡単に説明させてもらいます。手のつき方はまずは、肘を内側にして、小指の腹でつきに行きます。で、こう、肩甲骨があるんですけど、こうね、後ろに。これでグッて押すようなイメージでやっていただきたいなと思います。なんでこれが必要なのっていうところを説明させてもらいますね。まあ、ブレイクダンスって、まあ、その前に人間の体って自由に動くようにできてるんじゃないですか。歩いたり走ったり。だから、固まっちゃうと、うまく動けないですよね。でも、ブレイクダンスって固めなきゃいけないことが多いじゃないですか。普段の生活では自由に動かさなきゃいけないのに、なんか競技になると固めなきゃいけないっていう。ここら辺が技術だと思うんですけど、まずは、まあ、この腕の付け根は肩甲骨にあって、で、体幹、体の中心、これが肩からお尻まで。これを、合体させることで、まあ、フリーズが固まったりするわけですよ。ちょっと下半身を置いといて、今日は。はい。で、その手段の一つとして、肘が内側に入ることで、ね、そして小指の腹でグッと支えることで、強く骨で支え合うことができたりするんですよね。筋肉だけではなくて。で、これって面白いですよね。もうさっきからやってますけど、もうめっちゃチェアですよね。はい。だから、ただこうしてるだけじゃなくて、肘を締めながらやっている。だから手首もこうなるし。チアってなんで手首こうなるの？こうなんないじゃないですか。これはより小指に力が入って、小指の腹側に、肘の内側に力が入りやすいのを自然にやってるんですよ。ブレイクを作った先人の方々はマジですごいっていうところがわかりますよね。多分、こんなの、体をの使い方としてやってないはずだから、自然とやっぱりすごい人たちが作ってくれていると、まあ、先人の方々に感謝なんですが、まあ、これわかりますよね。他のスポーツでも。肘を内側に締めてバット振ったりとか、ね、ラケットとか投げる動作の時も腕だけで投げたりしないじゃないですか。肘を内側に締めてしっかり体幹から投げるみたいなことをするわけじゃないですか。まあ格闘技だろうが何だろうが。なんで、まあこういうところがすごく大事なんだなとね。ね、ボクシングとかね、こんなしないですもんね。ね。なんで、肘の内側を締めて小指の腹で押すっていう動作はとっても大事になります。インスタグラム、ツイッターでも見てもわかると思うんですけど、すごいこう黒人の方、細い黒人の方、手足が長い黒人の方、よくこうやってね、肘を内側にして、こうやって、ちょっと、こうやって回したりする人いないですか？エアーチェアーダブルでやってるみたいな。あれってまさに、そうやって腕と体幹を固めているんですよね。はい。これ6歩でも、フットワークでも、フリーズでも、何でも結構言えると思います。あ、90とかね、肘折れちゃう人とか、ね、パワームーブとかがうまく、こう、ね、体幹に伝わってない人とか、こういうことがあり得るんじゃないでしょうか。なので、ぜひとも、ヒントにしてみてください。なんたって、骨と骨で支え、骨で支え合ってますから、ね、骨の耐荷重って何百キロですからね。もう仰天ニュースとかに出てくる、すごいおデブさん。ね、お家から出られないおデブさんとかだったら難しいかもしれないです。骨粗鬆症の人とかも、難しいかもしれないですけど、まあね、一般の普通の人だったら骨でね、がっつり支えられると思います。なので、ブレイクダンスって、比較的、みんな結構できないできない言うんですけど、分かりゃ結構できるなって思うんですよ。なんたって筋肉じゃなくて骨と骨で支え合うわけですから。でも逆に言うと、ロックをしないで、こうやって支えてしまうとすごく筋肉が辛くなるんですけど、ね、骨と腕でロックして、クッとこう、ね、クッとこうやってやることでかなり重心は捉えられるし、フットワークとかもすごく遠くに持ってけたりしますよね。結構腕で支えちゃう人ってこうやってちっちゃくなっちゃうんですけど、骨でグーッと突っ張ると遠くに CC ができたりとか、すごく使える部分が多いと思います。はい。なので、ね、ぜひともこの、腕の使い方意識してみてください。結構ね、こうやってグーって伸ばして人に押してもらうのも面白いです。絶対意識してほしいのは小指の内側、肘のこの、あ、小指のここね、腹ね。で、肘の内側、肩甲骨。グッと伸ばして小指の腹からグーッと押してあげてみてください。ぜひとも試してからね、練習に励んでもらえると嬉しいです。ということで、動画終わりにしたいと思います。はい。ありがとうございました。すいませんでした。